どうもトレインです。本日もマリオカート実験でいこうと思います。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc のキノコキャニオンと、昨日ね、動画見てくださった方ならわかると思うんですけども、まあ、モコのと歩杯でね、雫を使って完全制覇チャレンジをね、まあやろうと、まあ、言ったわけですよ。まあそんな中で、まあ、存外にね、雫を使って、まさかのね、めちゃめちゃ点数を取ってしまったと。あれこれ、そんなに難しくないんじゃね、まあ、トレさんだったら意外といけるよなみたいなことをね、ありがたくもね言ってくださった方がね結構多かったんですよ。まあ、ただね、そんなに甘くないんだよ、しずえ。本当に難しいんだよ。まあその難しさはね、あれ、トイド飛んできてるし、バナナ危ないので、これはね、しっかりと止まってかわしていきますと。そのね、自然を使うことの難しさっていうのをね、一旦このね、ノラでね、皆様にお見せしていこうと思うんですけども、やっぱ俺の予想に反して、こいつめっちゃ頑張るんだよな、最近。俺がここまででいいよって思ってることの、はい、来た。そう、まあ、しずえってこんなもんなのよ。結局ここで落ちるのよ。ちょっと、これはちょっと、ドリフト入れてなんとか立て直したいけど、オッケー、緑コーラ引く。いや、ただこれちょっとコイン足りないからコイン取りたいんだけど、めっちゃ降るね。めちゃめちゃ降るね。さ、ただこれは、ミニターボ出しまくって、なんとか耐えれるんじゃないんかな。まあ、しずえでね、1位をね、もう連続して取ることの難しさっていうのをね、まあ、ちょっとこの動画で皆様にね、お伝えして、いかにね、難易度が高い挑戦をしているのかっていうのをね、伝えれることができればなと思っております。さあ、ちょっと前のバナさんが危ないので、まあ、ちょっとね、設置されないようにね、気をつけながら、まあ、早めにスター入れておきますか。さあ、しっかりと、ショーツカットぶちばなしての、まあ、でも3取っちゃうんだよね。こいつ頑張るな。こいつ頑張るな。もう俺の気持ち的には、どうせ買い取るやろみたいな感じで言ってるの、こいつ、頑張るな。一応ね、この部屋ね、多分平均して、よいしょ、レート5万ぐらいはあると思うんだよね。で、ね、6万レート、7万レートの人もね、ポロいる中でね、しずえで本当にいけるのかと。言うつもりだったんだけど、存外に頑張ってるから、もう、あえてね、もう今日は、そんなね、もう厳しいんですよっていうのじゃなくて、もうこいつのね、もう失礼の頑張りを見ていこうじゃないかと。本当はここまでいけるんだぞっていうところをね、もう今日はあえてね、そっちを見せていこうかなと思います。よろしくお願いします。さあ、しつけ止まって、まあ1位かなり離れてくれてるから打開はしやすそうかな。さあ、ただコインがちょっと足りないから、しっかりと集めておきたかったんだけど、まだ集めるか。まだコインしっかり集めて、さあ、トゲゾ飛んでってるから、さあ、1位が譲り合いしてるね。これでちょっと前詰まっちゃってるけども、あー、やばい、ちょっとスターで押されたの痛すぎるけど、まあ、キンキのなら、ここでパッて入っても次アイテム交換できるだろうから、まだ苦しくないな。まだ苦しくないけど、スター引いておきたいから、ここは一旦止まるか、一旦止まっておいて、しっかりとアイテムを回しておけ。ここでスター出るなら全然問題ないんだけど、ここです。あー、終わった、もう終わった、それマジで終わり。マジでそれは終わり。本当にそこで、アイテム横取りされるのはマジで終わったんだけど、大丈夫。一旦交換しよう。一旦これだけ交換しておいて、オッケー、三段回避していく。これはどうだ、ワンチャンあるか。奇跡的になんか勝てそうな雰囲気醸し出してるけど、どうだこれ。前めっちゃ詰まってるから、もう多分いけるべ、これ。なんかいけそうだもん。で、キリノさん使って、めっちゃ前詰めて、いけるよ、しずくちゃん。お前本当にめっちゃやれるやん。お前レート高い部屋でもやれるやんけ。おい、どうした。いや、マジか。そらこんだけ、もうやる気が違う。しずえのやる気が違う。こんだけやる気があるんだったら、そりゃ、いけるわって言われるわ。もう分かったわ。そら言われる。もう、言われない方がおかしいまであったわ。もう今のを見て確信したわ。ちげえ、もう、私を使ってください、トレインさんと。もうそう言わんばかりのね。走りしてる、本当にもう。びっくり。もう本当にびっくりしてる。お前、ここまで、悪いじゃ相手に戦えたんけ。もっと言ってほしかったわ、先に。いや、でもね、まぐれかもしんない。まあ、俺はね、あんままぐれって言いたくないけど、やっぱまぐれかもしんない。
うん、やっぱ一回勝ったぐらいじゃね、マリオカートってね、実力わからないわけなんでね。まあ、ここからよ。ここからの、しずえのやる気次第よ。本当に、いけるのか。まあ、そこをね、見せてもらわないとね。うん。そこを見て、俺が判断する。本当に、いけるのかって、いや、終わった。そのサンダーはちょっと無理だけど、まだなんとかなるね。さあ、スターにも引かれていたいけども、もっとやばいのがね、これ、前で多分回避いるんだよな。そやつが、まあ、ゾンガに、おーい！もう本当にさ、しずえそこは魂で取れ。もう、もうちょっと競り負けが多いんだよな。さすがに、基礎スピードのなさが影響してそうな気がするんだけど、まだなんとか戦えると思う。さあ、ここでキノサンスターを積もりに積もり散らかして、キラーを先に行かせてから、キノコを使って前に出てきますと。さあ、これね、ちょっとサンダー回避は狙えないだろうから、終わっていく。ここでトゲゾーはオワッティングオンザビーチなんだけど、オワッティングオンザビーチの中にも奇跡はある。オワッティングオンザビーチ、ダブルオンザビーチで、いやー、これはダブルは取れなそうだけど、ダブルこそ取れなそうだけど、アイテム次第ではまだワンチャンあると言ってもいいのではないか。さあ、どうだ、オッケーオッケーオッケー、引かれないように、さあ、いやー、終わったー終わったー、終わっていくおー、何してんねん。まあ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 、今のがもう俺の、あれね、もう想定してた、しずえよ。しずえってこんなもんだろって。まあ、思ってた通りの展開になっちゃったわ。いや、ただ、こいつの頑張りは、まだわからん。今のもまぐれっていう可能性があるから、ちょっと押されたから、ちょっとキノコを遅めに使用することで、ライン調整したかったんだけども、ちょっと厳しいから、これはもうね、一旦下がって、コイン取ってね、打開ぶちかましていきますか。さあ、これはアウトのコインを、しっかりと回収していきまして、まあ、なんとかコイン10枚は集まってるので、このコイン差を生かして、前詰めて勝っていこうかなと思います。さあ、8割しちゃったけど、悪くないな。ミドさん、キノさん悪くないんだけど、ちょっと前のボム持ちがやばすぎるオンザビーチな件について、これどうしようかな。危なっす。よしよし、しつかいとボム持ち縛いていきまして、さあ、ファイヤー持ちが前にいるけど落ちていきまして、さあ、呼んでキノさん、なかなかいいんじゃないか。やばいな、そのファイヤーボールは。そのファイヤーボールランダーはやばすぎて、さあ、なんとか当たらず、当たらず、一発、危なっす、危なっす、危なっす。危ねえ、マジで。誰？ 3 の人は、赤コーラお持ちでないから、ちょっと攻撃させてもらおうかしらね。オッケーオッケー、しつかりと攻撃させていただきまして、よいしょ。さあ、ジャンツピングアクションぶちかましていきます。いや、サンダー降るねえ。あのキラーが必要いな。さすがに強い。やばい、スター回避もいるけど、ファイヤー持って、お持ちでいらっしゃるけど、なんかいなくなっちゃったんですけど、後ろいらっしゃるんですけど、怖すぎ。さすがに怖すぎて、ファイヤーボールじゃないわ。ああ、待って、何してんだよ、お前お前、軽すぎる言うても、そんなとこ飛び越えんな。そんな自分の頭、自分の頭より高いところ飛び越えるな。もう、何してんねん。見たことないわ、そんなとこで落ちるやつ。もう、ちょっと待って、落ち着け、俺。いや、しかも加速電子。加速電時はもう、こういう時は後ろ、こういう時後ろ。やばいやばいやばい。やられる、やばい。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばい、引かれる。ああ、引かれる。落ち着け、落ち着け。一旦落ち着け。一旦落ち着け。一旦暴れといて。いや、ダブル取られるだろうから、しつけと、シングル取っておいて。いや、これもう加速電。いや、もうちょっと足引っ張る。足引っ張りたいのに、終わった。これも、これ最下位だろ。もうなんでこれで最下位なんよ、俺が。もう、マジして、もう。なあ、しずえ。なあ、お前もう、ダメか？なあ。なあ、お前もうあかんか？やれるか、お前。お前2連でこんな低い順位取って、大丈夫か？やれるか？なあ、答えてくれ。なあ、おい。やれるか、お前。ここで、取らんかったら、分かってるな？おい、見せろよ、ここで。打開コースぐらいはやる気見せてもらわな困るで、しずちゃん。頼むよ。さあ、6位だから、ここで裏にスターが引けずとも、まあまあまあいいでしょう。まあ一旦ね、ここは打開オンザビーチでしつかいとね、上がっていく準備ね、整えていきますか。さあ、どうしようかな。まあとりあえずね、次もダブル交換してんで、一旦ね、ダブルアイテムね、入っていきますと、さあ、アイテム交換して、いやー、金キノか。金キノはね、ちょっと微妙なんだよな。サンダー回避やっぱ狙いたいので、まあ無敵が引けるようにね、まあしっかりとアイテムのね、調整もしていけたらなと思いますが、早いな、これ。だいぶ早いから、これ難しいな。早いってことは、もう2本目出ないので、難しい。うわ、ここでキラー出ちゃうのか。まあ悪くはないけど、ちょっと微妙なんだよな。もうちょっと運搬したかった感はあるけども、まあここ裏にね、ここ裏に、なんかめちゃめちゃ強いアイテムが引けたりすると話は変わってくる。危なす、危なすで、まあまあまあいい。ここ割れないのも全然よくて、
ただそのミドさんも危なくて、ファイアボール危なくて、しつけでかわしていきます。おいおいおい、キノコキノコ、もらいキノコ対決、もらいキノコ対決はできずとも、さあ緑コーラが反射で当たりそうだけども俺には当たらず、さあここはちょっと危ないけども、しっかりとコインをね、コインじゃないアイテム取っていきますと、これいけるぞ。終わった、お前ちょちょちょ、邪魔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 だけど、おきおきおき、なんとかどいてもろて、さあキノコ使って、さあ前詰めていきます。いやーちょっと1位遠いな、1位遠いけど、1位遠いけど2位ぐらいならいけるぞ。 SJ で追いついて食べて、おき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 、さあなんとか、まあギリギリ2位、魂の2位、オーケーおお、意外とやるよ。両極端やな、な、お前な。1か2か3取るか11か12で。両極端が過ぎるんよ。さあ、今んところね、全体的に見たら、まあ、勝ち越してる部類にはあるけど、やはりね、勝てる時に勝てる女こそが、やはり一番ね、強い。人間界のトップになれる。まあ、ということだよ。このね、今勝負ところでね、リボンロードで、しつけ1位を取れるのかな。まあ、ここよ。やっぱここで取れなきゃ、勝てるもんも勝てないから、まあ、そこをね、見て、本日の動画をね、締めていければなと思います。さあ、一応ね、ちょっと10人部屋になっちゃったので、うわー、ここスター引けないの痛いな。ここスター引けないのさすがに弱いので、アイテム交換してね、ダブル入れ替えていきますか。さあ、ちょっと赤コーラ投げさせてもろって、さあ、ここはしっかりとダブル交換していきます。いやー、キンキノか。キンキノちょっとしょぼいな。さすがに、危ない。引かれないようにかわして、いやこれ裏にねスター引くことができたら爆発えんだけど、引けなかった時がちょっと難しいかなって感じかな。さあ出てくれるかな。いやー出てくれないか。ってことはもうこれで戦うしかないね。もうこのキンキのキノさんで、上がりきろうかなと思います。正直ちょっと厳しいところはあるけどね。正直これで勝てるんだったらもう何の苦労もしないんだけど、よいしょ。まあもうねこれで勝たないといけない時もやはりありますのでね。いいよいしょ。さあちょっとバナナ危ないからしっかりとかわしていきまして、さあこれはもうキンキノをそろそろ使っていきますか。使って、アイテム交換しながら前詰めていくことができればなといったところなんだけど、さあこれでじわりと前出ていきまして、さあキノさん持ってる、さあ後ろもやばい、ファイアボール持ってる。さあ危ないからしっかりと1位、1位に出れてるのかどうなのだ、わからないけど、兄さんが睨み合うはずだから大丈夫。これ落ち着いていけばなんとかなる。落ち着いていけばなんとかなります。こう落ち着け、落ち着け、俺。一旦落ち着け。これ一旦アウト。お前もアウト来るんかい。大丈夫。落ち着け。大丈夫。これアウト行って、これアウト行って、やばい、キノさんも死体が潰して、誰かやって、いやー、ちょっと待って、ちょっと待って、お前らもキノコ使うんかい、お前らもキノコ使うんかい、もう、マジかよ。まあでも今の勝った負けたで言うたら、微妙じゃね。なんかどっちでも取れるんだけど2位ってなるとさ、ちょっとなかなか、まあまあでもね、まあ上位取れたのは間違いないんだけど、やっぱ今の1位取りたかったんだよな、ほんと。まあなかなかね、ちょっと微妙な感じになっちゃったので、もう1位ですやってね、ちょっと動画締めていこうかなと思います。さあこれね、コイン回収したいので、しつかりとブレーキ踏んで、後ろからねコイン集めてから上がっていこうと思いますが、ここスター出てほしかったな、ここスター出てほしかったけど、まあまあまあ一旦ね、一旦この落ちコインでしっかりとねコイン回収をしていきまして、さあ周り潰し合ってるね。さあ緑コーラもぶちぱなしていきまして、さあキノ4か。もうこうなると前詰めていくしかないね。前詰めて、うまいこと上がっていくね、ムービング取っていこうかなと思います。さあこれ後ろは相手持ってなさそうだから前出れそうだね。さあ5まで上がってきたけども、キノ2か。ちょっとまだ難しいところだな。ここから上がるとしても、そうね、なんか防御アイテムがなんか引きたいところではあるんだけども、ずっと3の人がね、こう緑コーラ持ってるんだよね、これ。さあ、緑コーラ吸ってらっしゃる。さあ、ボム兵だね。イラッキーイラッキーイラッキー。ここでボム兵だったら全然前出れるから、さあ、じわじわと前詰めていきまして、トゲトー飛んできた。いいよ、譲り合い、譲り合い。醜く譲り合い。うわ、譲り合わないパーティーですか、これ。譲り合わないパーティー、あー、なるほどね。クラクションをお持ちのお客様ね。はい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 。だったら、おー、使って、ってらっしゃるね。オッケーオッケーオッケー。これ後ろ捨てておいて、しっかりと、まずは後ろをね、後ろを剥がす。後ろを剥がすの大事ですから。後ろしっかり剥がしておいて、次に前よ。次に後ろ剥がしきってから前で勝負よ。赤コーラ、俺じゃなすってみる。さあ、ここで、赤にを引いて、そうよ。お前、そういうところよ。そこでやる気見せていけ。さあ、1位がバナにも、バナ1持ってるけど、多分交換してないところを見ると、ダブルアイテムを持ってる可能性が非常に高い。ちゅうことはよ、ここでダブルアイテムをやる気ある、
やる気あるじゃん。お前やる気あるけど、待て待て待て、ショーって、いやお前それ何してんの、もうお前ほんとそこ、そういうところ頼む、伸びろ、ねえ、もうよ。